皆さん、こんにちは。こんにちは。この番組は、キャリア、資産形成、精神性の3つの柱を整えるためのヒントをお届けする番組です。で、今日は、前回お届けした価値観ですね。価値観が、独自のものっていうのはなぜわかるんですかっていうのの、ツッコミっていうか質問が入ったので、それについてお答えしていきたいと思います。はい。ツッコミですね。なんでわかれないみたいな。同じやと思ってから結婚したのにみたいな。うん。開けてみたら全然違うし。そうですよね。確かにね。独自のものって、人と比べてみないとっていうか、なかなかわからないものなんじゃないかって思うかもしれないんですけど、実はその、ワークをやっていく過程で、わかるんですよね。それが、自分独自のものだっていうのが自分で腑に落ちる方法があるんですけど、それはどんな方法でしょうか？それはですね、まず価値観っていうものが、その人のそれまで生きてきた人生と深く関わりがあるっていうことなんですね。で、10人いたら10人それぞれの人生じゃないですか。経験してきたことも全部違うし。で、その育ってきた中で、やっぱりみんなですね、その欠落感っていうものを持ってるんですね。この欠落感が何かっていうと、物心つくちょっと前ぐらいかもしれない。8歳ぐらいまでの間に、自分がすごく欲しくても手に入らなかったものとか、なくてすごく辛かったものとか、何か自分の中で欠落しているな、欲しいと思ってるのにもらえなかったっていうようなもの。例えば、親の愛かもしれないし、サポートだったりするかもしれないし、それいろいろ人によってまた表現が違うんですけれども、そこの部分とですね、価値観というものがすごく結びついてるんですね。だから、経験が誰一人として同じものがない、同じように価値観も、欠落感もそう。それ欠落感も価値観もみんな独自のものになるっていうことなんですね。はい。そう。ここのなんか、欠落感の中で自分が特に一番ないって思っていたものと、自分が一番大事に思っているものっていうのが、どんな人でも必ずリンクするっていう、そこがなんかすごいところなんですよね。不思議なぐらいすごい。鳥肌が立ちますね。しかも、なんかその、それが見えたときに、今まで嫌だと思っていたことに、いや、ありがたいですね、みたいなのをポロッと言う人が結構多い。本当になんかね、感謝の涙というか。ねそうですね。涙がある方もいますよね。特にね、親との関係性がちょっと良くない方とかは、やっぱこの親のせいでこんな辛い思いしてたとかってね、思ってたのが、辛いことは辛かったけれども、そのおかげでこういう、能力っていうか才能が身についたんだっていうのが分かると、なんか今まで、なんかいろんなところのセッションみたいなのを受けてた方で、親をもう恨みなさいっていうか、親を捨てなさいみたいな、なんかそういうのを受けてたみたいなのを言ってて、で、それが、でもなんかそれができずに、親の恨みが募っていくって言ってたんです。じゃあ、だからもうそれも辛いって思ったのが、いや、親のこういうのがあったおかげで、こういう才能があって、で、それがすごい価値観と結びついているんだと思うと、なんかその恨みっていうのもなんかスッと消えて、いや、なんか本当ありがたいです、みたいなのを言っていたんですよね。だから本当これって二つメリットありますよね。そうやって自分の独自の才能っていうのが分かるっていうのもそうだし、昔のトラウマかもしれないけれども、そういうのが解消するっていう。そうですね。本当に憎んでいたり、もう怒りの、その矛先をどこに向けていいか分からないぐらい大きな怒りを親に向けて、もしくは他の人でもいいんですけど、持ってた。持っていたその人が、それによって自分が何を得られてるかっていうことが分かったときに、やっぱり人はみんなですね、すごい大きな進化を遂げるんですね。だから価値観ワークすることによって、そして価値観を知ることによって、本当に私たち、進化、成長していくことができるんですよね。で、人の価値観も分かる。本当にこのワークって素晴らしいと私思ってます。本当にそうですね。なのでその自分の価値観がなんで独自のものかっていうのが分かるかっていうと、
その自分が持った、その経験してきたその欠落感っていうのは、うん、多分どんな人でも自分と同じ経験をした人がいないっていうのは分かると思うんですよね。でそこと、自分が一番大事にしているものっていうのがやっぱりリンクするので、うん、そこで初めて、あ、この自分の価値観っていうのは自分がこういう経験をしたからこそ持つことになった独自のものなんだっていうのが分かることになるっていう、うん、そういうからくりというか、仕組みになってます。ちょっとね、やったことがない方は、こう聞いてるだけでは、はてなかもしれませんけれども、うん、一回ちょっとだけでも経験していただくと、このからくりが少しでも分かっていただけると思います。うん、はい。はい。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。